NHK プラスは日本放送協会の総合 E テレの常時同時配信見逃し番組配信サービスの交渉相性である NHK テレビは2014年の改正放送法施行以降災害発生や国政選挙の重大ニュースやオリンピックパラリンピック FIFA ワールドカップといった世界的なスポーツ中継に限り NHK の公式サイトや スマートフォン向けアプリでの放送同時提供を開始している。2019年6月5日に成立した改正放送法を受け、総務省の認可を得て NHK テレビ地上2波の放送とインターネットの同時配信を行うサービスである。番組の同時配信時間は午前5時から翌日午前0時頃までの19時間程度で NHK 放送センターの放送を再配信する。 番組ガレージを超える場合は、番組は同時配信されず、その時点で配信終了になる。また、見逃し番組配信はいつでも、放送後7日間にいつでも何回でも利用できる。NHK プラスは、南市町地域などの放送を保管するサービスとして実施するため、受信契約者と契約者と生計を同一にする人は、利用申し込みと認証の手続きを行えば、 追加の負担なく最大5画面まで利用できる。当分の間、事業所契約では常時同時配信、見逃し番組配信は利用できない。対象地域は日本国内のみ。日本と IP アドレスで判定できない場合も利用不可となる。2020年3月1日に試験配信が開始され、実施は午前7時翌日午前0時の1日17時間であった。 2020年4月1日に本配信が開始。開始時刻が1時間早まり、配信時間は午前6時から1日18時間程度となる。2020年4月1日から、試行的に同年3月1日から先行して試験配信を実施。当初は2019年12月31日に行われる第70回 NHK 紅白歌合戦にて、 試験配信を行い、同年度内に本格サービスを行う予定だったが、総務省が NHK の被大化を懸念し、インターネット同時配信サービス実施計画などの見直しを同年11月に要請し、同時に認可についても2020年1月14日まで先延ばしとなったことから、サービス実施が一旦延期となり、前日の日時での開始となった。午前5時から、 翌日午前0時頃までの1日19時間程度の同時配信。なお、放送の同時配信ではテレビと比べ30秒ほどの遅れが生じる。また、週末や年末年始を中心に総合テレビの同時配信終了時刻をシニア1から2時台に繰り下げている。2021年3月31日までは午前6時から。 翌日午前0時頃まで1日18時間程度の同時配信だった。また、重大ニュース、自然災害発生時は通常同時配信を休止している時間帯にも臨時に同時配信を行う場合がある。NHK テレビ地上2波。サービス開始時には南関東地方を対象とした放送を全国向けに同時配信する。そのため、 ローカル放送の緊急報道特番や、選挙の開票速報特番、スポーツ中継などにより、道府県、または、ブロック地域単位での番組差し替えが生じた場合は、本来該当時間に放送している、全国向け番組について、本サービスでの代替視聴を推奨する告知を行う、場合がある。総合、E テレのマルチチャンネルも配信される。見逃し番組配信では、 放送終了時刻から起算して7日間の番組を視聴することができる。同時配信番組における見逃し配信については、南関東地方にて放送された地上2波の番組が対象となるため、全国放送の番組であっても、同地域で別番組に差し替えられ放送されなかった場合は見逃し配信も行われない。見逃し視聴中に、 災害発生に伴う緊急ニュースが入った場合は、自動的に総合テレビの同時配信画面に切り替わる。見逃し番組の一部は放送終了後に時刻表示の削除、ウォーターマークの差し替えを行った上で配信される。また、権利、人権上の問題や番組内容の誤りなどの理由からやむを得ず、該当番組の配信を一時的に停止、または、配信期間を早めに終了したり、 誤りを修正した上で配信する場合がある。一部の報道番組の見逃し配信では、見たいニュース項目を選んで視聴することができる、チャプター機能も搭載されている。同時配信した番組で速報があった場合は、それも、そのまま配信される。なお、本サービスにて見逃し配信が行われる番組については、エンディングで、NHK で配信しますのテロップが表示される。 ご当地プラス2020年9月に行われた視聴者との意見交換イベントにおいて2021年度からは各地の地域放送局にて放送しているローカル番組についても見逃し配信にて視聴できるように調整が進められていることを NHK 副会長の正垣里氏が明らかにしたその後同月に NHK が発表した NHK インターネット活用業務実施基準の改定案や2021年2月10日に発表された国内放送番組編成計画などにおいて2020年度内から段階的に地域番組の見逃し番組配信を行い2021年度以降に配信を強化する意向を明らかにし同年3月3日に ご当地プラスと称して各地域にて放送された番組の見逃し配信を開始した。サービス開始時点では主に金曜19時30分から各拠点放送局が制作している地域情報番組を中心に配信していたが、それ以外の地域番組やローカルニュース番組についても今後段階的に見逃し配信を行っていくことで検討していることを明らかにしており、 2021年5月24日から近畿地方向けに放送されている夕方のローカルニュース番組ニュースホット関西同年10月18日から東海地方向けに放送されている夕方のローカルニュース番組マルットの見逃し配信をそれぞれ開始した関東近畿東海地方以外の夕方のローカルニュース番組なども2022年度に 順次配信を開始する予定としている。なお、地域番組の見逃し配信については放送センターや大阪放送局に配備されている設備から行うが、放送直後に配信を開始できない場合もあるため、ご当地プラス対象番組の見逃し配信については、配信期間を14日以内に延長する。サービス開始時点では、南関東地方の地上二波を対象とした放送を、 全国に配信する。そのため、関東地方もしくは関東甲信越地方向けの地域、放送番組やスポーツ中継、関東地方向けの速報テロップなども同時配信されている。他地域の NHK 放送局並びに BS1 や BS プレミアムといった衛星放送のサイマル配信は未定だが、一部の地域情報番組や、 衛星放送にて放送した番組は、再放送枠にて、全国放送、または、関東地方にて放送された番組に限り、衛星放送や、地域別の番組の一部も同時、見逃し配信番組の対象になるため、本サービスにて配信されている。また、地域放送番組については、前述の通り2021年3月から、ご当地プラスにおいての配信が始まっている。 番組単位の二かぶせ2020年9月現在、著作権法上では、テレビ放送とネット同時配信が同じ扱いになっていない、または放送に付随したサービスとなっていないため、番組で使用する写真や映像、楽曲などを、テレビ放送とは別に権利者の許可を取る必要があり、権利者の許諾を得られない場合は、該当部分が見られないようにする、二かぶせが行われる。 例えば、定時ニュースや報道、スポーツ報道番組では映像単位で二かぶせを行う。また、ニュース以外でも権利処理が難しい映像が流れた際、映像単位での二かぶせが行われる場合がある。同時ネット配信、見逃し配信対象番組でも権利処理ができないコンテンツが多い場合は、急遽番組を配信休止扱いの二かぶせになる。 NHK プロ野球や高校野球甲子園大会の中継などのスポーツ、中継やみんなの歌などの音楽番組の一部は同時ネット配信はを行われても見逃し配信の対象外もしくは双方が二株せ扱いで配信されない。毎月1回の緊急警報放送の試験信号放送は放送同時配信は行われるが見逃し配信の対象外である。なお、 権利関係で配信できない番組を放送中は、どうもくんなどが登場するフィラーアニメーションが流れるほか、ニュースなどで配信できない権利映像が流れる場合には、オレンジ色の静止画風の映像を流す。また、深夜から早朝にかけての配信休止時間は、羊のフィラーアニメーションで、この時間は、同時配信をお休みしていますの表示を流す。最大 1.5Mbps。 これは参考値であり、通信回線の状況やサーバーアクセス集中で変化がある。屋外で利用することが前提のためスマートフォンアプリでは4段階の画質設定がある。PC ブラウザに設定はない。スマートフォンブラウザではアプリに転送、インストールしてない場合はアプリをダウンロードするように表示される。音声に CH、字幕あり。なお、 スマートフォン向け専用ソフトウェアでのバックグラウンド再生はできない。また、2021年7月以降、見逃し番組配信では再生速度調整機能を搭載するようになった。日本国内の PC モバイル機器。モバイル機器は、Android と iOS のスマートフォンタブレット並びに Amazon Fire タブレットが対象となる。また、PC の Web ブ,ブラウザのうち、 インターネットエクスプローラーについては、開発元のマイクロソフトから、マイクロソフトエッジなどの別製品を使用するよう、推奨している事情を踏まえて、当サービスの対象外となっている。テレビ一体型端末向けのサービスは2021年8月時点では、実施されていないが、2022年度前半をめどに、開始することを検討している。NHK オンラインの専用ウェブページ。 または公式アプリから利用申し込みをし、申し込み後すぐにサービスが提供される。なお、その際に NHK 受信料契約と称号されるため、受信契約が確認できない、または契約住所に届くはがきに記載されている確認コードを専用ウェブページに入力しない場合は、アカウントが削除され、同時配信画面に契約確認をお願いするメッセージが挿入されるほか、 見逃し番組配信サービスの利用ができない。2020年現在のテロップ NHK プラスでは放送番組の同時配信と見逃し番組配信をご覧いただけます。利用登録は受信契約者本人に限ります。同一成型の方もご利用いただけます。登録の際、受信契約の状況を確認させていただきます。このように登録作業が複雑であることから、 ID の登録ページを訪れたうちの7割が登録前に手続きを断念してしまうことが指摘されていた。これらを受けて2022年度からメールアドレスなど一部の連絡先を入力すれば同時配信サービスは本登録に近い状態で見逃し配信サービスについてもメッセージ付きではあるが利用することができる仮登録を2022年度前半をめどに開始する。 ことを予定している。NHK ではすでにインターネット向けのビデオオンデマンドサービスとして2008年から NHK オンデマンドを運営しているが2021年5月の時点で両サービスを一本化したり連携する動きはない。これについて NHK のオンデマンド業務室や広報局は読売新聞の取材に対しノットは放送の付帯サービスで提供していないため 受信料とは別会計となっており、配信番組の制作や出演者などへの権利許諾、設備などの費用を放送とは別に処理する必要があるため、利用者負担として有料提供している。また、ノットの会計には、累積繰越欠損金が2020年、中間決算時点で58億円が残っているため、赤字の解消も問題点として上がっており、サービスの統合については、 一旦見送られている状態であると回答している。なお、ノットでは NHK プラスの開始に合わせて見逃し配信と過去番組の料金プランを統合したり、報道番組などの一部番組の見逃し配信を終了させ NHK プラスに移行している。NHK プラスはあくまでもテレビ放送の保管サービスであり、NHK 受信料についてはすでに受信契約者であれば、 放送とは別に新たに追加費用を請求されることはない。本当にテレビ放送が受信できる環境が全くない場合は契約の仕様がないため単身赴任や学生などで同一生計の自宅に受信契約がある場合は自宅の ID で NHK プラスを利用することになる。2020年6月16日に行われた NTT ドコモの株主総会で株主から NHK 受信料に対して会社の見解を問われた際に同社副社長の丸山誠二は受信料の徴収は具体的な制度が制御されていないため PC やスマートフォンを持っているだけで受信料の支払い義務が生じるかは現時点では不明と回答している2020年6月に総務省の有識者会議では 若年層のテレビ離れを踏まえて、テレビ受像機を持たずインターネット経由で、NHK の番組を視聴している世帯に対して、受信料徴収を含めた、NHK 受信料の制度改正を検討している。総務大臣の武田良太は2021年8月27日に行われた定例会見において、2022年春をめどに、NHK と受信契約を結んでいない数千人を、 対象に NHK 番組のインターネット配信を行う社会実験をするよう NHK に要請する方針であることを明らかにした。テレビを保有していない世帯から受信料を徴収する可能性についてはこの時点では考えていないとしている。また NHK 会長の前田照信も2021年10月7日に行われた定例会見において同様の発表をしている。 2020年3月1日の試験サービス開始時に利用申し込みが殺到したため申し込みサイトを一時的に停止するトラブルがあったが3月5日に10万人超の申し込みがあったことを発表3月18日には20万件以上の申し込みがありすでにサーバーの増設もいったことを明らかにした NHK 会長の前田照信は2020年4月2日の定例会見で1ヶ月の試行期間内に速報値で約33万件の利用登録申し込みがあったことを明らかにした。同年7月末時点では約84万件となっている。同年9月26日に累計で100万件を突破したと発表。2021年2月時点で122万件に、 なっていることを明らかにしている。2021年に行われた東京オリンピックでは開会式が行われた週とその翌週において本サービスを経由して NHK の番組を視聴した利用者が4月から6月の平均に比べて3倍近い増加となった。また本サービスの利用申請が8月だけで前々月より30万件増の約218万件だったことが 大会終了後にそれぞれ発表された。民間放送では2015年から独立放送局の東京メトロポリタンテレビジョンがリクルートホールディングスと共同で動画配信サービス m キャスを立ち上げ同局で放送している一部番組をインターネットでも同時配信するサービスを開始した。また在京民放キー局5社も共同の動画配信サービス t v e バを同年に立ち上げ、系列局及び一部の独立局や NHK 制作を含む番組の見逃し配信を実施している。しかし、在京民放キー局各社は同時配信について、再算上の問題や系列局への配慮から慎重の立場を取っていた。その後、民放でも本サービスに追随する形で放送同時配信の開始に向けて、 調整を進めていることが2020年2月に報じられた。それに先駆けて同年1月に在京民法5社が夕方に放送している番組のネット同時配信に関する技術実証を TVer にて行った。日本テレビは2020年10月3日19時から12月30日21時まで日テレ系ライブ配信のサービス名で TVer においてトライアル配信を行い、 2021年10月2日19時から同サービスの正式配信を開始した。また、日本テレビ以外の民放各社でも2021年度内を目途に同様の同時配信サービスを開始することが明らかになっている。なお、準キー局などの系列局並びに、東京 MX を除く独立局は2021年10月時点で方針を明らかにしていない。 ありがとうございます。